今夜の沢田研二賞はいきなりいい、ね、ああいうシーンからさすらってという、僕の新しい LP です。今度の、女たちよという LP の中からさすらってという曲を、いきなり聴いていただきましたけども、今日はいつもとは違った雰囲気でですね、もうガラリと変えて、もう本来の姿と申しますか、なんとも仮の姿と申しますか、不思議な世界を、今日来ていただきました写真家の横須賀則明さんに来ていただきまして、全面的にアートの部分はいろいろ企画の段階から意見をどんどん出していただきまして、で今日はいつも大体この番組はですね、面白いことばっかりやってるんですけど、どっちかというと僕がひょうきんになったりとか、面白いんですけど、今日はビシッと二の線で決まるようによろしくお願いしたいと思いますけど、どうも横須賀さんとはもうタイガースの時に、ヒューマンルネッサンスという LP の、写真とか、もうそれ以後いろいろ山口紗友子さんと一緒に雑誌の仕事とか、この間もこの TBS テレビで「そこが知りたい」の時に撮影風景お邪魔して撮っていただいたりしたわけですけれども、そういうような今まで僕を見ててくださってて、こういうところがもっと出るといいんじゃないかとか、そういう部分をですね、今日は30分の番組ですけど、はい、お願いしたいんですけど、はい、どういうふうに参りますか。そうね、とにかくかっこよくね、はい、沢田君が画面に登場してくるっていう、なんかそれに尽きるんじゃないかっていうふうに思って、はい、でいくつかのシークエンス、作ってみたんだけれども、はい、そうね、なんか新しいね、沢田君のなんかそういうイメージとかキャラクターとか、なんかそういうものがすごく出ればいいなっていうふうに、思って、作ってみたというわけですけど、とにかく今日はテレビご覧になっている皆さんもいつもの沢田研二賞とは違いますから、覚悟していただきたいと思います。声ですよ。よろしくお願いします。はい、一人は狂おしい
Thank you.
Yeah.